皆さんこんにちは、キャスティング錦糸町店のスタッフ小助川です。今回シーバスライフの取材で、私が、フルで使わせていただいたルアーをご紹介いたします。今回やっぱり時期的にバチ抜きシーズンといった、形で、こちらですね使わせていただきました、パズデザインリードマッチ棒 100F、こちらはフローティングのミノで、地重が 7.6g、長さは 10cm ですねのミノとなっております。基本的にはロール主体の動きなんですけど、流れが加わることによってケツをこう振ってくれるミノになってます。で、例えばアップからスーッと流してナチュラルに流してあげて食わすパターンと、ダウンに入れてあげて流れ川の流れプラス巻きの速度をうまく巻いてあげると、ケツがこうフラフラフラっと泳いでくれて、あたかもバチが、水面をこうフラフラしながら泳ぐような、そんな演出をしてくれるルアーになってます。バチシーズン問わずベイトパターン、ベイトウィッシュパターンの時も使えますんで、よかったらシーズン通して使ってみてください。